ちは劇団スカッシュです。はい、今日はですね、楽しみにしておりましたこちらでございます。ててーん、はい、こちらガンダムベース東京のガンプラお楽しみ袋。ユニコーンガンダムのお膝元お台場にありますガンダムベース東京で限定200個のガンプラお楽しみ袋。このね、このショッパーがまたいいんですよ。この日の丸とこのね、この新年間、元旦のですね、朝8時半から整理券を配布して限定200個ということだったんですけども、私その8時半の30分前、だいたい8時ぐらいに、お台場のその、ね、整理券を配ってるところに着きまして、行きました。8時に行ったらですね、もうすでに100人以上ぐらいは並んでて、あ、でもね、あ、なんとか200番以内には入れそうだなということで、並んでおりましたらですね、ここがですね、いやー素晴らしかったですね。なんかガンダムベースの、方が、皆さんね、朝早くからこうして、並んでくださ、寒い中並んでくださってるので、予定してなかったんですけど、特別に限定品差し上げますということでですね、こういったものをもらったんですよ。こちら見てください。はい、こちら。ガンダムベースのファクトリーゾーンの成形機で、その日の朝、作ってくれたという、こちらはユニコーンガンダムデストロイモードの頭部です。まだパッケージしてないんですけど、っていう感じで、こういう状態で渡してくれまして、皆さんで中入れてくださいみたいな感じだったんですけど、こういうね、デストロイモードの、これも多分、その日の限定カラーっていうことなんですかね。ちょっとその辺聞き漏らしてしまいましたけど、多分、その、この日のための限定カラーなんじゃないかなと思います。ね。だからこれとともに、整理券の方をゲットして、そのね、整理券もね、取っておきたかったんですけど、それはこの お楽しみ袋と、交換しなきゃないということで、これちょっとね、このまま取っとこうかな。これはいいものだ。さあ、ということで、これとともに整理券をゲットして、ユニコーンガンダムに、今年1年よろしくお願いしますと、拝んできて、お店は10時に開きましたので、10時からこちらの方販売開始。一つですね、5000円でございます。中に入ってるのは、ガンプラ HG シリーズが1個、BB 戦士シリーズが1個、RG シリーズが1個、ガンダムマーカーが2種類、2本、ガンダムベースのスタンダードニッパーが1本。これね、買ってすぐにお店の周りでね、開けてる方もちらほらいたんですが、皆さんと一緒に中を確認しようということで、まだ見てないんです。だからちょっとね、何が出るか楽しみというのと、自分が持ってるやつと、まあかぶってもね、まあいいっちゃいいんですけど、なるべく被ってない方が嬉しいは嬉しいかなということで。さあ、この素敵なショッパーからですね、中を早速取り出していこうと思います。これはね、もう今年一番の楽しみ。普通のですね、袋に入ってますね。こういう感じで。ほら、こういう。ああ、もうなんか見えるんじゃない？ちょっとなんか見えそうだから、ちょっとね、あんまりこう手元の下の方を見ずに。何入ってんだろうなー。ガンプラのね、お楽しみ袋を買ったのはね、初めてなんですよね。だからもうちょっとね、楽しみでしょうがない。さあ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 、こういう感じでございます。さあ、まず最初は何ですかね。最初はこれからいこう。これ、あ、こちらがあれですね。ガンダムマーカーとニッパー。2本。こちら、墨入れ用のブラックとゴールド。あー、ゴールドはこの間買ったばっかりだったな。でもまあね、これは消耗品なんで、何本あっても嬉しいやつです。さあ、そしてあ、かっこいい。これはもうあれだ、もうガンダムベース東京のこちらはニッパー。さあ、続いて中身を見ていきましょう。あんまりこの下を見ないようにして開けていかないと。次何かな。次これからいこうか。これこの多分箱の厚み的にこれ BB 戦士だと思うんですよ。BB、あ、なんか入ってんな。あー、ステッカーが入ってた。なんか入ってた。ステッカー、ガンダムベースのステッカーをこれくれるって言ってなかったのに、これ嬉しいですね。さあ、BB 戦士のやつは何が当たったんでしょう。こちらでございます。ててー。さあ、こちらは、うわ、昇烈帝竜装竜尾ガンダム。
天玉貝総流。天玉貝、三皇の魂を継ぐ者が玉璽を手にした時に呼び出される神器。天玉貝っていう鎧だ。あ、SD ガンダム三国伝。はいはいはい。SD ガンダム三国伝の劉備ガンダムですね。で、劉備ガンダムが、天玉貝を装備してるってことなんでしょうな。あー、いいじゃん、いいじゃん。あー、かっこいい。めちゃくちゃかっこいいぞ、これ。天玉貝。三皇の魂、玉璽を手にしたときに、玉璽っていうのはあれなんですよ。三国志で、皇帝の位の人が持つとされる、玉璽っていう印鑑があってですね。それをね、持ってる人が皇帝だ的な、ところがあって、まあ、それを、だから、毛沢とかさ、曹操とかがこの玉璽をめぐってね、争ったりするわけです。それをね、それ、まあ、三国志を好きな方は、玉璽ご存知だと思いますけど、僕もね、三国志はめちゃくちゃ好きな、まあ、横山見捨てる三国志派なんですけど、三国志はめちゃくちゃ好きなんで、劉備ガンダム嬉しいですね。劉備ガンダム以外にも、ちょっとね、これ、あ、呂布トールギスとかあるんだ。孫権ガンダムとかね。あ、何？かっこいいぞ。なんだなんだ。劉宗？宗竜？なんだ？よくわかんねえ。よくわかんないっすけど、めちゃくちゃかっこいい。わー、なんか色、きらびやか、きらびやかなガンプラですね。SD ガンダム三国伝か。ちょっと、なんか調べてみようかな。三国伝。これが、あ、そうですね。これが3500円ぐらいするやつ。ちょっとこれはいい。これはね、早速いいのが当たりましたね。なんかこれ、ジーアーマーみたいな感じになりそうじゃんね。ジーアーマーみたいな感じになるんだろうね。ちょっとその辺いろいろ楽しみですけど。これはまあ、おいおい作っていこうと思います。さあ、続いて、こちら。ててーて、お百式。これ HG だ。HG の百式、ゴールドメッキバージョンですね。いやー、これはこれで嬉しいんですけど、百式のゴールドメッキ、僕持ってるんですよね。そして作ってあるんですよね。もう家にあるんですよね。これね、ゴールドメッキバージョンね。まあね、プラモっていうのは2体あってもいいもんですから、新年からもうゴールドメッキ縁起がいいじゃないですか。こちらがだいたい1500円ぐらいのやつですね。まあ今はもうちょっと安く売ってると思いますけども。ってことは、最後残ってるのは RG ってことでしょうね。最後こちら、ててー、あ、これはこっちか。お、これはあ、そうだ、ジャスティスガンダム、リアルグレード144分の1、ジャスティスガンダムのディアクティブモード。そう、なんかプレミアムバンダイのモデルだって言ってたんで、これはですね、ちょっと白黒っぽいパッケージになってますけど、ディアクティブモードなんてあったっけ。ジャスティス、ガンダムシードですね。ガンダムシードで、ジャスティスガンダムはアスランかな、アスランザラが登場している機体でございます。ガンダム無双では結構使ってました。結構強いんですよ。この後ろのね、後ろのあれ、後ろのビューン飛んでいくやつ、なんこれ後ろのね、なんつんだっけこれ、後ろの、おー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 おおお、ジャスティスガンダムなのに成型色が、成型色がこの色。そう、ジャスティスガンダムって言ったらね、こういう色なんですよ。こういうね。あー、そうそう、この、ファトム。ファトムでよかったっけ？ファトム00。ディアクティブモード。あ、そういうことか。ディアクティブモード。ジャスティスガンダムって、そういうことか。この色になるときはあれなんですよ。あー、そういうことか。ジャスティスガンダムが、要するに、このね、この皆さんが見慣れてるこの色になるときは、もう戦闘態勢になったよっていうときなんですよ。格納庫にいるときとかの色使いってことでしょうね。ディアクティブモードって。ああ、そういうことか。このね、限定カラーのものが手に入るっていうのは、これもだから多分2、3000円ぐらいするやつだったと思いますけどね。ああ、いいね。ああ、こういう感じなんだ。そうか、プレミアムバンダイで、限定のね、こういうパッケージのやつ、僕まだ買ったことなかったんで、こういう感じなんだ。このね、箱かっこいいっすね。
箱。いやー、こうなってくると普通のジャスティスガンダムも欲しくなるけどな。さあ、ということでですね、私が、元旦の朝8時からお台場に行ってゲットしてきたガンプラお楽しみ袋、 HG の100式、 RG のジャスティスガンダムディアクティブモード、そして BB 戦士からは超烈艇流走劉備ガンダム天玉外双竜ということで、この3点が入っておりました。この中で一番嬉しかったのはこっちかな、劉備ガンダムかな。これはちょっとめちゃくちゃ楽しみです。ちょっと SD ガンダム三国伝、これちょっといろいろ知りたいんで、後でいろいろ調べようと思います。だからみんなどういうものが入ってたんでしょうね。どれぐらいのものが入ってね、私のものが果たしてどれぐらいおおっていう感じなのかっていうのわかんないですけど、個人的にはもうめちゃくちゃ大満足ですね。はい、ということで今日はこちらのですね、ガンダムベース東京のガンプラお楽しみ袋を開封してみたよという動画でございます。早速ですね、こちらのですね、天玉外そういうこれから組み立てていこうかなというふうに思います。これもまた、ゆくゆくは動画にしようかなと思いますんで、そちらの方も見ていただければなというふうに思います。ということで今日はガンプラお楽しみ袋の開封でございました。じゃあねー。めちゃくちゃかっこいいぞ。なんだこれ。ああ、やっぱ曹操ガンダムとかいるんだ。曹操ガンダムとかもいるんだ。すげえな。ちょっと面白そう。